先月14日から始まった清流の国岐阜文化祭2024は330を超えるプログラムが県内各地で行われました。今日長良川国際会議場で閉会式が行われ、応援大使の俳優竹下恵子さん、今野美佐子さんをはじめ、義足ダンサー大前光一さん、総合プロデューサーの日比野克彦さんがステージに登壇し、大会を振り返りました。もう42日経ってしまったんだなって、なんか今改めて胸がいっぱいになっています。閉会の挨拶では古田一県知事が延べ260万人を超える人が訪れ、文化の大交流が実現した、関わったすべての人に心から感謝しますと述べました。グランドフィナーレでは未来を担う子どもたちが共につなぐ未来へをテーマにダンスや歌で表現し締めくくりました。そして次期開催地は長崎県、機運醸成を図るため長崎の文化が伝わる創作ダンスが披露され、古田一県知事から長崎県の大石健吾知事に大会旗が引き継がれました。